では続いてエリアの話題をお伝えします。わが町レポートのコーナーです。今日のラインナップこちらです。さあまず1本目は宮崎ケーブルテレビコミュニティホールで開かれましたニコライバーグマンフラワースクールの模様を、そして宮崎銀行佐土原支店オープンセレモニーの模様をお伝えします。それでは早速ご覧いただきましょう。どうぞ。宮崎ケーブルテレビのコミュニティホールでは宮崎ケーブルテレビと女性チャンネルララ TV によるフラワースクールが行われ、事前の応募で当選した宮崎ケーブルテレビの加入者30名が参加しました。講師を務めたのはデンマーク出身のフラワーアーティストニコライ・バーグマンさん。フラワーデザインだけでなくファッションやデザインの分野で世界有数の企業と共同デザインを手掛けるなど幅広く活躍する話題のアーティストです。今回のスクールではクリスマスアレンジに挑戦。ニコライさんのフラワーショップが今年のクリスマス用に特注した白樺の木の皮を使った器に氷室杉やカーネーション、千日紅など9種類の植物や花を飾り付けました。参加者はニコライさんから直接アドバイスや手ほどきを受け、時折会話も楽しみながらおよそ1時間で素敵な作品を完成させていました。とても楽しかったですし、世界で活躍する方からご指導を受けれる時間はとても貴重だなと思いました。楽しかったです。なかなかすることのできないことをすることができたので、またできたらやりたいなと思いました。全体的にすごい高い完成ができたのではないかなと思います。みんな楽しそうでやったので良かったと思います。まあクリスマスの季節なので、ぜひその今インスタグラムで私がクリスマスカレンダー、毎日素敵なお花の作品をやってるんで、ぜひ、見てください。メリークリスマス。クリスマスを前に素敵な時間を過ごした参加者たち、一足早いクリスマスプレゼントになったのではないでしょうか。宮崎銀行の佐土原支店の建て替え移転と西佐土原出張所の新店舗内移転を記念したオープンセレモニーが開かれ、関係者らおよそ30人が参加しました。式では宮崎銀行代表取締役頭取の平野信也さんが、支店と出張所の合併により質の高いサービスを提供していきたいと挨拶を述べました。それではどうぞ。新店舗にはゆっくり相談ができるようにと応接室が3部屋、運用やローンなどの相談スペースが6箇所あります。そして市内初の取り組みとしてデジタルディスプレイを採用し、これまでポスターなどで打ち出していた内容が液晶に表示されます。地域の皆様に喜んでいただけるようなということで、質の高いサービスを目指して、そういったことを念頭に作った店舗になります。旧店舗につきましては、およそ2月ぐらいには解体が終わると思います。3月には駐車場を整備しまして、グランドオープンというような運びとなります。地域の皆様に愛されるような支店作りを目指してまいりますので、どうかお気軽に支店の方に遊びに来てください。どうかよろしくお願いいたします。新しくなりますます便利になった宮崎銀行佐土原支店、これからも地域の人たちに愛される支店になることでしょう。はい、では振り返っていきましょう。はい、まずは1本目ですけれども、ニコライ・バーグマンさんのフラワースクールということでしたけれども、作品素敵でしたね。素敵、器もまた素敵だった。そうそうそう、あれだから特注してるやつっていうことですからね。またニコライさん日本語流暢、本当に、ね、1999年デンマークから日本に来られて、2003年にはフラワーショップニコライ・バーグマン、フラワーズ&デザインを立ち上げたということで、まあ、今年で来日20周年ということだそうですけれども、国内外に12店舗のフラワーブティックであったりとか、3つのカフェ、あとジュエリーブランドを展開されているということで、すごい方なんですよ。そんな方から直接襲われるだなんて、こう来られますよっていうポスターとか見て、ね、番組ガイドとか見て、うわ、ケーブルテレビに来られるんだって、
かもうそれだけでテンション上がりましたもん、ね、それしかも直接いろいろ教えていただけるという時間がね、夢のような時間でしたね。またこういう機会があるといいですけれどもね。本当に素敵でしたね。メリークリスマスもすごい発音が良くて、やっぱりそう今自分言いたかっただけ、ねね、ゆみちゃんの真似をされてました。申し訳ございません。じゃあ次行きますね。はい、行ってください。宮崎銀行佐田原支店オープンセレモニーということなんですけども、デジタルディスプレイ、綺麗な、ね、あのいつもはそのポスターとかで打ち出してたやつなんですけども、4台ディスプレイがあるということでね、またそこも新しくなって、宮崎市では初の取り組み、そしてトイレもまた綺麗になって、多目的トイレとかも増えて、さらに利用しやすくなっているそうです。はい、ということでお送りしました、わが町レポートのコーナーでした。